英月、無事に無力化できたな。ではやるぞ、伊織。いや、英月は壊さない。英月の義によって江戸の民が死ぬ、悪しきこと、許されぬことだ。それはわかる。だがこれ以上見て見ぬふりはできない。平穏の世にあって乾きに乾いた己がうちの剣を、セイバー、俺は英月を災いとして永遠に残す。そうか。驚かないのか、セイバー。驚かないよ。君はそうするしかないだろうと分かっていた。ああ、そうか。我が胸を焦がした温かな教皇、伊織ではなかった。今この時、いや、きっと元よりそうなのだ。伊織の身から放たれたる、それは その有よう、まさに闇に溶け犬、望月そのもの。ああ、伊織、貴殿が放つ月光があまりに真っ白く澄み渡っていたものだから、私は見誤ってしまった。そのうちに潜む刺すような冷たさ、ひどく純粋な剣の危機に私は見誤り、気づかぬまま宮本、伊織、やはり初めから我らは